はい、タケヒトです。今日もビログお届けしていこうと思います。今日はね、なかなか素敵なものがまたちょっと発表されたので、皆さんにお届けしておかないといけないなと思ってブログを撮っております。26日にマイクロソフトがね、発表会をするというのは、まあまあ前から知ってたんですけど、Mac がね、今日27日発売発表するということで、だいぶ話題は日本では少なかったのかなと思っているんですが、その中で発表になったですね、サーフェイススタジオというものがね、やっぱり私すごい気になっちゃいましたね。これ結構高くて、まあ単純に言うとね、クリエイター向け、だからまあ絵描いたりとか、僕みたいに動画編集したりする人向けということで出してきた、まあ、液晶一体型のパソコンみたいな、まあだから後ろに映ってね、iMac みたいなものだったりするんですけど、ハイスペックな28型液晶一体型 PC ってあります、書いてありますね。サーフェイススタジオという名前で発表になりました。で、一番安いのでね、2999ドルということで、3000ドルぐらい。日本にするとだからもう30万ぐらいですよね。一番安いモデルで。で、これがね、一応、まあ、歌い文句としては、クリエイター向けに設計されて、まあ、できる限りのハイスペックをスタイリッシュな筐体に収めた一体型の PC であるということです。まあ、何を特筆すべきかっていうと、まあ、ちょっとこれに画像出したりしますけども、ディスプレイ、やっぱり。4K は超えてるのかな、 4.5K ぐらいな感じ。僕の持ってる iMac ね、なんか最近の iMac は 5K モデルっていう解像度ですけど、これ出てるやつはね 4.5K ぐらいとあえて言うようにしとこうかな。で、一番のやっぱりポイントなのがね、タッチ液晶なんですよ、 Windows 10なんで。なので、まあ、液晶がその、まあ、もちろん綺麗だっていうのと、タッチ液晶にしてですね、ちょっとこんな感じで出しておきますけど、斜めに倒して絵描いたりとかいろんなことができますよということを売りにしてきました。で、このね、画面上にね、ポコッと貼って、こう調整しながら絵描いたり、サーフェイスダイヤルっていうのかな、いうようなものがついていたりとするみたいです。これはもうやっぱり液晶をね、液晶とかそのタッチ液晶の部分がメインで買うようなものかなと思いますけど、パソコン自体はまあ、非常に強力な CPU とか積んでますけど、まあ、iMac とほとんど変わらないレベルなのかなと思います。だから、PC としてのね、スペックについては、そんな特筆すべき、すごい技術が入ってますとか、そういうものではないです。ただ、液晶とそのね、タッチ液晶とその仕組みっていうのはすごいなと思いますね。よく考えたなって感じです。はっきり言ってそういうね、クリエイター向けっていうのは昔から Mac で、まあ、オフィスワークには Windows というような形でずっとここ何十年も来たんですけど、ついにね、Microsoft も、まあ、やっぱり PC が最近売れてないんで、そういうそのクリエイターの人っていうのは言わない PC 使ってるんですよね。やっぱりスペックがパソコンが速くないとダメだったりとかするので、なので、まあ、その部分はもう iMac とかにね全部持ってかれちゃっていたところを、マイクロソフトとしてはまあどんどんねそこを開拓していくと。まだ iMac にね喧嘩売ってるようなもんですよ、これは。で、しかもそのね、 Apple の発表会今日やるのに、その前の日に発表するというのがね、なかなかガチンコで勝負する気になるかなという感じがして、非常に見てて面白かったですね。私ちょっとその昨日ね11時から発表会やってたんで見てたんですけど、まあ途中で眠くなって寝ちゃいましたけど、まあやっぱりね、そのいろいろねクリエイター向けのアップデートっていうのを前面に押し出す発表会だったなと思っております。明日はね Mac の新製品発表会についてね、私が思ったこととか新製品とかね、ちょっといろいろお伝えできればなと思っております。それでは明日も見てください。では。